はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。僕は2004年8月から滝行にご縁がありまして、かれこれ年間100日ぐらいをもう15年ぐらいやってることになるんですね。ただですね、なんちゃってというにはもう少し本格的で、天台修験のね、道士について、ずっと作法とかですね、そういったその密教の神髄を学びながらやってきたわけです。ちなみに僕の同志のさらに同志は比叡山にいらっしゃる酒井雄斎阿闍梨でですね、千日開放業を2回された方なんです。もちろん他にもね同志いらっしゃるんですけども、直接なんか手渡しをされたのは酒井雄斎阿闍梨らしいですね。それともかくとしてですね、僕はその同志にずっとついてるんですけども、その同志っていうのは霊能者なんですよね。2歳の時に食中毒で1回五輪中ですってなったんですけども、なんかその夜中にね、葬式の準備とかしてる時、大雨が降って雷がガーンってなって、でそこのなんかそのショックでですね、蘇生して、今までもこの間70歳だったところなんですけども、物心ついた時からいろんなものが見えるってわけですね。それで僕はね、その滝行をずっと同士の下でやってるってわけじゃなくて、その1600回ぐらいやってるとですね、やっぱりその大半は僕一人でやってるわけですよ。ただしですね、一人でやるにはその同士の許可がいるわけです。でどういう許可かというと、最初2004年に始めて半年ぐらいは毎週毎週その同士の下でやるわけですね。その時に覚えるものを覚えて、作法もちゃんと習ってやっていくわけですけども、大切なのはですね、実は同志が僕がその滝行したりですね、作法をしている時にきちんと不動明なり、その仏様、神様がですね、お神様がですね、ちゃんと来てるっていうことを確認しないとできないわけですね。なのでそれはね、ずっとその免許というか許可を得られない方もいらっしゃるみたいですし、僕みたいに割と半年以内でね、できちゃったんで、そういう人もいるということなんですよね。そんなこんなですね、いろいろやってるわけですけども、その同志が見て、でその神様が来てるかどうかなんてのはね、僕には分かんないわけですよ。だから全部その密教の世界というのは、口伝ですし、直接教えてもらって、直接ご指導を得て、でその同士の言うことが、ある意味絶対の世界なわけですね。そんな中でですね、何が基準になるかというと、不動明王なんですね。ノーマクサマンダバーゼロガンセンナンマーハルシャワダソヨエテウンタラタカンマンというですね、信号を唱えて、こういう印を組むわけなんだけども、その時にきちんとね、不動明が入ってきてるっていうのを確認して、出ないと滝行には一人で入ってはいけないと、出ないとその霊的な意味で危ないということを言われるわけですね。そんなことでですね、僕はその不動明王にはすごく馴染みがあるわけですよ。もっと言うとですね、僕は母方のおばあちゃんにすごくご縁というか可愛がってもらってて、そのおばあちゃんがですね、小さい頃からずっと台所でこうやってね、不動明信号を唱えてたわけですよ。でね、ノーマクサマンダバーダル、センダマーガルシャサイタ、ウンタラタカンマンっていうんでですね、そのウンタラっていうフレーズがすごく面白くて、またウンタラって言ったみたいな感じで、冷やかしてるだけだけども、でも僕のおばあちゃんはですね、いや、そうやったな、真似することはな、ええことやね、と言って、なんか僕が真似すって笑いながらね、そんな言ってるのも結構認めてくれたわけですね。で、そんなひょんなことから、あれから20年以上経って、まさかね、こうやって誤演するとは思わなかったわけだけども、つくづく何かあるんだなというふうに思ってる次第です。で、ね、その不動明王にはですね、すごく馴染みというかご縁が、あるわけですね。ちなみに僕の守護仏は文殊菩薩様らしいんだけども、でも滝行するときには漏れなくですね、不動明信号を唱えなければいけないということになっております。で、ね、その明王ってね、これ何かって話なんですけども、すごい怖い顔をしているわけですね。一応教義上は大日如来、その宇宙の根源の神様の片割れというふうに言われているわけですね。もう一方がもう観音菩薩で、それは慈悲とか愛とか優しさを象徴する。で、もう一方はですね、怒りをね、ただ怒りといってもその根底にあるのは愛なんだけども、怖い顔、怖い形相されている、そういったね、一つの片割れ、それが不動明王なわけですね。で、明王ってね、あると気づいたわけですよ。というかね、僕のそのブログの読者さんから教えてもらったんだけども、明るい王様なんですよね。明るい王様だと思って。でね、明るい王様っていうとですね、2015年だったかな。僕ね、R1 グランプリに出たんですよ。2014年に1回見出て、で2015年にも出たわけですね。で、一応ネタをちゃんと仕込んでいったんですけども、2回目になるわけです。で、2回目なので5人に1人選ばれるね、予選から次のところに行って、2回戦、3回戦、4回戦、5回戦ぐらいが決勝になるわけだけども、1回戦からね、2回戦に行くのに5人に1人なわけですよ。で、そのお笑いを目指している、本気で目指している人たちがですね、しのぎを削っている中で5人に1人で選ばれるのは非常に難しいと思うんだけども、なんとなく俺はいけるというふうにね、ちょっと勝手に思っちゃって、
でもう2回戦のチケットをですね、飛行機のチケットを取っちゃってたんですね。でも1回戦でまあ見事に玉砕いたしまして、だけども東京に行くチケット取ってるとそれキャンセルするのもったいないんで、まあ、東京でいくつか仕事をまあ作りつつですね、その2回戦を見に行ったわけですよ。そしたらですね、これは非常にやっぱ面白いんですよ。で、1回戦はね、まあちょっと申し訳ないんだけどもね、そのいろんなのが、まあ、僕も含めてですよ、いろんなのがおるなっていう感じなんですけども、やっぱりね、5人に1人に選ばれるっていうのが、漏れなく面白くって、で、その中で僕は見たのが、例えばね、前田敦子の真似をした金太郎とかですね、あとテレビで見かける方もですね、何人かいらっしゃったわけですね。で、その中で非常にそのインパクトのあるね、芸人さんというか、僕は見たことなかったんですけども、これはなんだっていうね、めちゃくちゃインパクトがあって、しかも芸名もはっきりとね、覚えてるような芸人さんがいたわけですね。それどういうネタかというとですね、突然その海水パンツ1枚で出てきてちょっと小太りのね、腹のでっぷりとした何歳かな、あれ30歳ぐらいだと思うんですよね、40歳かな、まあそれまで行ってないと思うんだけども、出てきてですね、なんか音楽にコミカルな音楽に合わせてですね、いろんなポーズを取るわけですよ。でポーズ取った時にね、全裸に見えるね、真っ裸に見えるポーズね、ゴルフしてる時とかさ、なんかジャンプしてる時とかですね、でそれがもっちゃくちゃ面白かったんですよね。でも大爆笑の渦ですよ、うわーと思ってたわけですね。もともと知ってる芸人さんは芸人さんでね、そのインパクトあったんだけども、まあ、知らない芸人さんでそれだけ記憶に残るっていうのはまあ珍しいと思ってですね、すげえ面白いネタだなと思ってたら、その決勝戦でその人が出てきたわけです、それがなんとそのとにかく明るい安村っていうことですね、そこでですね、その年のね、安心してください履いてますからっていう、あれも確か流行語大賞にノミネートされたんじゃないかなと。でその後ね、安村さんはちょっと調子に乗ってしまったのか、いろいろ粗相を犯して、まあ今ちょっと干されてる状態なのか分かりませんけども、でもね、まあ一発屋といってもお笑い芸人ね、しかもあの人はもう19年20年ぐらいやってたらしいんだけども、お笑い芸人としてですね、それだけインパクトを残せるというのは、その経済的な状況とか成功かどうかは別としてですね、やっぱりその一つのね、成果だと思うし、やっぱりなかなかできないことだと思うんですね。でそういった意味では、僕はとにかく明るい安村さんはすごく今でもファンだし、ね、YouTube チャンネルあるんだと思ったらさ、まあ、僕の方がチャンネル登録者数多かったという、まあ、なんか妙に皮肉なことをちょっと考えてしまったわけだけども、まあ、とにかく明るい安村さんというのが、すごくその2015年は、まあ、席巻しましてね、話題になったわけですよ。で僕はその年に一つのテーマができたわけですね。でいろんな例えばブロガーさん、今だったら YouTuber さんとかですね、まあ、僕はセミナー講師やっていたり、いろんなキャラクターの方がいらっしゃるわけだけども、結局ね、どういう人が人気があるか、そしてどういう人が世の中で、愛されるかって言ったらですね、やっぱりね、明るいということなんだなと思ったわけですよ。明るいということですね。でこれね、前回の動画でどんどん良くなるっていうメッセージを言ったら、これね、瞬く間にすごいいいねと高評価とね、コメントがついてるわけですよ。でサムネイルどんどん良くなると言ってるだけなんだけども、やっぱり、ね、その明るいメッセージ、明るいオーラ、明るい波動っていうのは人々を、ね、心をやっぱり照らす、すごく前向きに寄せるんだなと思ったわけですね。でそういった意味では、そのお笑い芸人というのは、まあ、いろんな人いますけれども、やっぱりね、偉大な存在だなと思ったわけです。で僕はそのとにかく明るい安村さんを、まあ、そのあの年はですね、すごく追いかけてて、まあ、世間的にもすごく話題になってたわけだけども、でそこでね、そのとにかく明るいね、明るい、その明王、明るい王様っていうのがいるんだと思ったわけですよ。そんな中でですね、やっぱりその不動明王とか愛染明王ですね、すごく怖い形相をしているんですけれども、根底はあの人たちは明るいんじゃないかなというふうに、僕はちょっと勝手にね、これは密教の教義でも何でもありませんし、僕は勝手に思っているだけなんだけども、そういうふうに思って、僕はそれ以来不動明王を見るとですね、まあ、とにかく明るい安村じゃないんだけれども、なんかすごくコミカルな、本当は怖い顔してるんだけどね、ちょっと面白いんじゃないかなっていう感じに思って、余計親しみが湧いているところなんですね。そんなことですね、僕のこの YouTube のスタンスもやっぱり一つありまして、やっぱり人々を幸せにする照らし、で光に導くということです。まあ、要はですね、明るくいきましょうということなんです。とにかく明るくいきましょうね。不動明王、怖い顔してますけども、根底にあるのは愛であり、そして楽しい明るさであるということをですね、改めて確認して、どんどん楽しくやっていきたいなと思います。なんかね、ちょっとね、楽しくまたなってきたような、気がします。なんかな、わかんないけど、根拠ないんだけどさ、
なんかどんどん良くなるんだよねって、どうせ良くなるんだよねっていうことを前回動画で言いながらね、なんか妙に自分自身がすごくブルブルブルっと感動しているような雰囲気になりますし、でその時に、あ、次回じゃあこの明るいオム様の話しようかなと、なんか急に思っちゃったわけですね。で、まあそんな感じでいつもの通りアドリブで台本もなく言ってるんだけども、うん、明るくいきましょうねということです。まあこれからもあの YouTube では、楽しくて明るくて前向きになってハッピーになる、どんどん良くなるようなお話をね届けたいと思います。で前回も言った通りですね、英語でもねちょっと挑戦したいと思いますので、人生はチャレンジ挑戦です。何があってもね、怖くないわけです。人生やったもん勝ちだと思います。明るいねパワーで光で突き進んでいきたいなと思います。そういうわけでこれからもどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。